みなさんこんにちはトークインジャパンへようこそということで今日は JLPTN1 文法テストです Hello everyone! Welcome to Talk in Japan! So today we'll be doing the JLPTN1 grammar test はい今ね二個イヤホン入れてるんですけど違うね機械に接続されててねあの今自分が話してる声と今ライブに乗ってる声同時に聞いてるからねあの。 何言ってるかすごいわかんないんですけど、こんにちは、楽しみです。こんにちは。<laughs> はい、ということで始めていきたいと思います。So、today I'm wearing two earphones today, but both are connected to different devices, which means that I have to listen to myself talking right now, as well as the voices on the live. <laughs> ということで始めていきましょう。皆さん、そう、ごいらんに行く何かしましたか最近、あの、 王様イギリスの、ね、王様の,、ね、あのコーディネーションがあったから、それを、ね、見てる人も多かったのかな私は見てないです。ちなみに。でも、その当日の次の日にバンクホリデーがあったから、あれ、土曜日だっけ日曜日だっけどっちかにあってで、月曜日がバンクホリデーだったので、まあ、それはバンクホリデーだなと思ってました。休み、バンクホリデーだと、あんまお店が開いてないから、ちょっとつまんないんですけど。はい、ということで今日の内容です。 今日は1個目、漢字の表し方10問と、あ、これ15問だった気がする。まあいいや。と、2番目、文を並び替えるです。本当はね、3番目のなんか文章の中に言葉を入れるみたいなやつあるんですけど、異常に長いので、5つかやります。<laughs> はい、ということで始めていきましょう。1個目、漢字の表し方です。問題1、防線部の言葉の表し方として求めるものを1つ選びなさい。はい ね。今日の友人はいつも〇〇が○○があれあうん○○〇〇気合が入っているうんあいつあ今日の友人はいつ○○気合が入ってるなすいませんでしたこんにちは皆さんこんにちは皆さんは誰に話してるんでしょうか私に話してるんでしょうかちょっとコメントのみんなに話してるんでしょう 今日の友人はいつまるまる気合が入っているです。さあ、皆さんこと、答えは何だと思いますか今日もアポリタンをしています。アポリタンは食べますか私は、なんだっけ、ペペロンチーノ派です。かね、ペペロンチーノの、なんだっけな。 ほうれん草焼きみたいなやつがすごいおいしいんですよ。でもあったかいうちがおいしいんですよ。冷たくなると甘いしくないから。あったかいうちにペペロンチーノのほうれん草焼きを食べたいです。さあ皆さん答えは何だと思いますか私は朝ごはん食べてました。7時なので今。5時に起きました。でも最近あの病院に行ったんですよね。お腹が痛くて。あお腹が痛くて病院に行ったんですけど。うん なんか先生にね、こうさ、話してたんですよ。ね、眠いんですよね <laughs>、って。したら、10時ぐらいに寝て、5時ぐらいに起きるのがいいよって言われたので、最近やってます。あ、じゃあ10じゃない、11時か。でもそうすると6時間しか寝ないじゃん。だからね、昨日は5時6時ぐらいに寝て、で、5時に起きました。11時間寝ました。あ、でもちょっと間起きてましたね。なんか一旦起きて、夕食食べて、もう一回寝ました。はい、ということでね。 皆さん、答えを教えてくれません。私は答えが分かりません。さあ、皆さん、答えは何ですかね答えを教えてください。まあ、い,いや、答えを言います。答えは <laughs>、5、4、3、2、1。答えは、2も増してですね。今日の友達はいつにも増して、あ、ちょ友人か。今日の友人はいつにも増して、気合が入ってるですね。 まいつもよりとかそういう意味があります。行かないときは always っていう意味があります。いつもっていう感じ。にもましては、まあ、いつにもましてはすごくいつもよりもっていう感じですね。で、また、あ、ってはあの接続語みたいな感じでなのかも説明できないので飛ばします。調べてください。ずっと勉強しない丸1日1時間だけでもやりなさい。ずっと勉強しない。 しなさいだ。難しい。知らなかった。NH はまだ難しすぎ。ごめんね、みんな。<laughs> 適当に答えていいよ。<laughs> そう。NH 難しいよね。でも今日、調子が悪いのか、すごい問題を読み間違えてますね。でもね、今日の、ね、T シャツがね、サラーディーって書いてあるんだよ。まださ、木曜日じゃん。 ってことは多分、脳みそがさ、日曜日だと思ってるからさ、日曜日だといいやと思って、脳みそが疲れてますね。<laughs> ということで、ずっと勉強しなさい。なんとか、1日1時間だけでもやりなさい。さあ、答えは何でしょうかまだね、覚えればいいの。皆さん、レベル何なんですかな、ね、何ですかね ?N2 ぐらいなのか。N3 かな。 ヤホー、こんにちは。はい、ということで、誰も答えてくれないので、答え言います。答えは。ずっと勉強しなさいとまでは言わないが、一日一時間だけでもやりなさいですね。まあ、I won't。I won't say。for you to always do it。but at least study one hour。あ、N 三 O。one。 hour per day.N さん、え、そのさ、取ったレベルが N さんなのか、それと取った、取りたい、次に取るレベルが N さんなのか、次に取るレベルを答えください。したらね、次に取るレベルをあります。はい。で、なぜならばはね、あの、because だね。なんで入りませんここなに。で、というのもですね、というのは、 The reason why みたいな感じですで。しかしながらは but ですね。なので、とまでは言わないが、とまでは言わないが合ってます。次、学校にアルコール飲料を持ち込むなんて見つかったまる募集どころでは済まされないですね。でもさ、これ、文章あ、でね答えがね、かもしれないが最後らしいので、みたいですね。 日本語能力試験。あ、受けたことないんですよね。ぜひ受けてみてください。受けたかったら。<laughs> そう、でもさ、アルコール飲料、これ学校によらないってすごい思うんだけどさ、私の大学、コンビニがあるんですよ。でね、二十歳になったんですよ、去年。ででも別に二十歳、あの、こう、ここはコンビニの、 一番端っこに飲み物が置いてあって、その飲み物に沿ってこうみんな並ぶんですけど、並んでる間結構やっぱ暇だらこう飲み物、何があるんだろうなと思ってたんですけど、ビールとか置いてあるんですよ。<laughs> 大学に。に、お、にって答えてる人がいる。大学にビール置いてある。<laughs> まあこれがね、中学高校で店でなったらよくない。あ、でも大学生も店にいるか。難しいね。でも、どうなんだろう。でもさ、さすがに授業中にさ、 お酒飲んでたらやばい人かもしれないけどさ、どうなんだろうね。先生、今ギリス、そうですよ、ギリスに住んでます。ギリスに住んでるから、今、朝の7時なんです。な、何言おうと思ってた <laughs> ということで、答え言いますか答え、5、4、3、2、1。 答えが最後ですね。学校にアルコリンリ持ち込むなんて見つかったが最後。もし <laughs> 募集ロがレコでは済まされないおに、早いねみんな。はい、とコトデネ、コタガが最後です。Like, um, if you bring alcohol beverages to school and someone found out about it, that's the last thing you will find. And It won't end up just with、um, the teacher taking it。問題はいくらですか。確かに15問あった気がする。合計で。多分そういうことだよね。多分15問このカッコの中に入れるやつで、でもう一個はあの15問ですね。はい。かもしれない。かもしれないは might be って感じですね。でさが最後は It's like the last thank you。 で、らしいのでは、風の噂みたいな。あの、It probably is とか、らしいよみたいな。なんか、彼氏はいないらしいよみたいな。そんな感じです。確,確信はないけど、いやまあそういう、そう思うみたいな感じですね。で、見たいは、looks like it ことです。次、本番で失敗したというなんとか、 とても落ち込んでいる。はい、わかりました、ね。しお願い。よろしくお願いします。本番で失敗したということもあるまる、とても落ち込んでいる。本番、確かに失敗したら落ち込みますよね。私も落ち込みます。本番で失敗することあるかな昔ピアノやってたんですけど、ピアノやってた時にピアノのコンサートがあるんですよ。その時に時々失敗してましたね。 でもなんか1音間違えるくらいなので、でも私なんかずっとピアノやってた時から言われてたんですけど、あの本番に強いって言われてたので、で最近どうでしょうね。そもそも練習、ライブやってない、ライブの練習とかしてないので、あまり本番とは言えないんですけど、そろそろ答えを言いましょうか。ということで、答えは5、4、3、2、1、 本番で、ね、失敗したということからとても落ち込んでいるですね。まあ、から、この文章の場合、because ですね。because、um, sure he failed at the... 本番か。Oh、the final thing.they are very upset. のあって。ということもあって、もだったらあって。そうこれ実はね、あの最初の答えもあってと。 からと時とととやったんですよ。だから、あのもうあってでもあってます。ただ、うん、変えました。な <laughs> ぜ2個答えがあったら分かりづらいから。はい。3つ目、時ですね。時、あのー、は、失敗した時は、とても落ち込むだろう。という感じですね。そ o、so、if she feels, she'll be very upset. 感じですね。やっぱりややこしいな、n h 分も確かにややこしいですよね。 で、こういうというとてうん、これはちょっと特にね、わからないはい、次以上を何度か平式の言葉とさせていただきます1、持ちましてに踏まえて3、言うまでもなく4、試みてですねこれさ、時々 N1 のさ、漢字に出てくるさ、言葉がさ本当にあってるか確信がわかんない、できないからさちゃんとね、確認して読んでます 1。さあ、答えは何でしょうか ?1 ってことやってる人が1人います、ね。T シャツ選ぶのはすごい大変で、ライブじゃないですか。で、一応、あの、広告とかつけてるから、著作権を気にしなきゃいけないんですよ。だから、キャラクターのやつとかつけれないから、きれないから、からあ でもキャラクターのやつめっちゃ多いんですよ。<laughs> そ,うそこにクローゼットがあるからね、そこさしてるんですけど、キャラクターのやつが多すぎて、選べないんです。1、あ、ダイモン1のことます答えはいます五と答えは1です。<laughs> 以上をもちまして、平式な言葉ば、wrapping up みたいな感じのニュアンスがありますね。で、2番目踏まえてですね、以上を踏まえては、like, because of the Things that we said before, って感じにみんな違いまます言うまでもなくは like, We don't to say anything You'll know,、like, you って感じの意味があります試みま試す試みたいな感じですはい次。注意したたままるるる点すすなんんてて話を聞いていたのだろうか点灯って読むんですよね多分 よしさあ、これは何でしょうかそう、なんかキャラクター、キャラクターの服っていうか、こういうキャラクターの T シャツ、キャラクターが乗ってる T シャツか、寒いやつしかないんですよ。まだ寒いんですよ。お、イオンマンって答えてる人がいるそう。まだ寒いんですよね、イギリスはね。日本は暑いらしいです。でも5月だもんね。それは暑いわ。今日5月11日じゃん。え、やば。 え、やばっつよいしょ、寒い、寒い。答えを言いますか。5、4、3、2、1。正解4番です。注意し,注意したそばから転倒するなんて話を聞いていたのだろうか。からこそは、because I。あの、注意したからこそ転んだみたいな。 今雨がザーザー降って日本ですかええー、雨降ってるんだ。注意したので転倒する。なんか注意した、because I told you to be careful, you fell. みたいな感じでみんなっちう違います。注意したけれどはあの、なんか同じ感じなんですけど、この文章の場合は当てはまらないみたいな感じです。で、そばからが、あの、as soon as I told you to be careful, you felt? Were you listening to what I said? みたいな感じですね僕の国はミャンマーですおー行ったことないミャンマーか何がいるのなんかいますよ僕京ジャパンの会社にミャンマー人確かもういないかもしれないいついたんだろう誰かわかんないですよなんかさロシア人がいますとかサミヤンマー人がいますとかさなんだろうインドネシア人はいないななんかなんだろうなフィリピン人がフィリピンもいないなうん。 分かんないフランス人がいますとか言われるけどさ、誰かわかんないんだよ。<laughs> <その> <laughs> というか次ですね。その殺人事件をまる戦争は起こってしまった。なるほど。よかった。わかってくれて。ねえ。わかんないですよ。あ、これは何でしょうか 4、早や <laughs> 皮切りに。手にして、さて、おきもと皮切りにですね。答えは何でしょうかさあ、それそう言うか答えを。5、あ、一瞬動いたように見えた。だ、自分の反射で動いたように見えた。5、4、3、2、1。正解、皮切りにですね。手にしては、like, you were able to get it inside your、cool. head. 与えられたみたいな。私はやっとこのイヤホンを手にしましたみたいな。頑張って貯めてたお金でやっと手にしたとかそういう感じです。さておきは、leaving that aside みたいな。まあそれは置いておいてみたいな感じで意味があります。もっとは、more とかさ意味がありますね。ネガティブ意味使うかな、顔が。あ、確かに。乾きーーはね。It started. みたいな感じでちょっとまた調べるか、皮切りの意味を。最近食べたいものはあります。それクッキーどうです。おいしいよね。あのさ、きっかけにとか、そう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 。きっかけにとか、それを手始めにとか、そういう意味があります。あの、半熟でね、生,生の、なんかさ、アイスみたいにこうスクープして食べれるさ、あの、 お店があるんだけどそこを1回だけ食べたことある確かクッキーもさ、何だっけな名前忘れちゃったけど、原宿の坂の上にあるんですよ。あの、竹下通りの坂の上の方にあるんですけど、そこ1回だけ食べて、めっちゃおいしいなと思って、食べたいなと思ってたら、最近 YouTube ショーツ見てるんですけど、YouTube ショーツでめっちゃ出てくるんだよ。嫌がらせってぐらい出てくるんですよ。すごい食べたいんですよ。なので、今度、頼みます。 はい、ということで、決して上手ではないが、彼女何々頑張ったことがよくわかる作品だ。ああ、かきい食べたい、ね。朝ごはん食べ朝ごはんこのコーンスープしかね、食べてないからね。お腹空いてるんですよ、今。でもさ、朝ってあんまりお店行ってないじゃん。マックでも行こうかな、ライブなと。って思ってます。美味しいよね、朝ごはん。マック。 パンケーキでもね、マックか。何食べるのあ、でもなんかラップが美味しかった。チーズラップみたいな。好きに食べることですよ。でもさ、郵送で買うのがめんどくさいんですよ。決して上手ではないが、彼女何々頑張ったことがよくわかる先なんですね。さ皆さんはあ、そう、皆さん朝ごはん何食べましたかみんなってさ、朝ごはんさ、そうの、自分の国の伝統的なものを食べるのか、それともなんかさ、パンと、 ジャムみたいな。なんだろう。それぐらいしか思いつかない。パンケーキとかさ、ワッフルとかそういうものを食べるのか、どっちらだろうと思ってさ。私はね、朝ごはんはほぼ食べません。でも、昨日の夜ごはんはほぼさ、食べてないからいさ。昼ぐらいから食べてないってことにね、お腹空すいたんですよね。昨日夜ごはんにね、お米食べようと思ってね、お米炊こうと思ったんですけど、炊かなかったです。寝ちゃいました。<laughs> ちゃんとアラームつけたんだよ、1時間後にね。 だけどね、眠すぎて全部消しました。決して上手ではないが、彼女、に何に頑張ったことがわかる作品だ。3って言ってる人がいるので、答えを言います。5、4、3、2、1。答えは、なりにですね。彼女なりに頑張ったことがよくわかる作品だ。だからこそは、まあ、さっき説明した通り、because みたいな感じですね。とは別には、とはまた別には、 プリントアルサイドみたいな感じですね。で、なりには、まあ、彼女なりに、彼女ができる限りの力を振り絞ってみたいな感じで意味があります。で、ならではは、something that's only s e n みたいな意味がありますね。次、このプロジェクトは、あなたの協力、何々成功しなかっただろう、のおかげで、なくして、だからこそ、によって、ですね、答えは。 5にしたくない確かに。えイギリスの朝ごはんかわかんない。あ、でもな、フルイン,イングリッシュブレックファーストって言うじゃん。なんかトマトとキノコとソーセージと卵とみたいな。そ,ういうそれって,イ,グリッシュってイギリスのイングリッシュなのか、アメリカのイングリッシュなのか。えそんな重いもの食べたいよ、多分揚げ物は朝から食べたら死んじゃいます。 でもね、寮、寮じゃない。大学、あの、食堂があるけど、そこの朝ごはんはね、本当にパンとか、バッフルとか、ジャムとか、そういうのかな。フィッシュチップス、あの、なんかね、金曜日がね、魚料理の日みたいな感じだからね、金曜日ね、昼かな、確かに魚料理が出ます。お、2位と答えてる人がいる。はい、ということで、答えは何でしょうか。みんなもっと答えていいんだよ、わかんなくても。 1>, 1とか2とか3とか4とか <laughs>。いや、全部、全部だ。全部言えばさ、どれか合ってるじゃん、絶対。で <laughs> きたおしこ。はい、ということで答え言いますか ?5、4、3、2、1。答えはなくして、大正解にいたんです。<laughs> このプロジェクト、あなたの協力なくして成功しなかったら <laughs> without your help, this project wouldn't have succeeded, みたいな感じです、ね。なんで、あの、なかったら、 無理だったみたいな感じのおかげでは Thanks to you なんですけどこのプロジェクトはあなたのおかげで成功したとかですねしなかっただろうって否定してるからさその否定を肯定に返す肯定あのなんだかこの人がいなくあなたがいなかったら成功しなかったんですよそういうことですだからこそあなたの協力 使えないねだからこそこの文章で。まあ、because ですね。で、によっては、thanks to you みたいな感じですね。はい、これはなくしては否定と否定を組み合わせて成功しましたみたいな話にする場合です。どんなに才能がある人、何々人間であるからには失敗はつきものだ。どんな才能がある人、何々人間であるからには失敗はつきものだ。 に及ばないだけれどもにとてに乗っ取って多分ちょっと待って僕らで言ったこういうねでもねえ違うわえちょっと待ってパンチンめな助けてくださいなんだっけ うん、けてください本当にやばい。お分かりになったかもしれない。はい、ということで、乗っ取ってっていう決め方じゃないです。諦めました。否定た指定は、固定せっん固定あ、固定だよ、たぶん。固定、固定。固定ペンキ。それで、答えはどれでしょうか 三下におおとてかだけれども。ん待って、どんなに才能があるはい。じゃあ3。と <laughs>、はいうことで、ね、答えを言います。答えはとてですね。どんなに才能がある人とて人間であるからに失敗もつきものですね。 に及ばないはにしよう,そう,そう,そう。に及ばないはあのこう届かないみたいな感じですね。I couldn't reach like the limits, not the limits, but like the places that they get. って感じで、すねでだけれどもは、but ですね。で、そては、まあ、no matter how much they are they have like power they have knowledge or something like that because they're human they are going to not succeed、oh, they are going to fail みたいな感じですねはいい、ここまで失敗するとなるともはや才能だと〇〇は4万がちょっとずれてるのそういう気になるあ、何でしょうか お腹がすきてあそった。うまくいくために頑張ります。最近姿勢が悪いのが悩みなので、姿勢をね、よくしようと改善しています。気づいたときにね、ちょっと背中ピンとします。うわ肩甲骨バキってなった痛い痛い痛い。ここまで失敗すると、ん待って。うん、才能だとまるあ、待って、これ若干遅れてるんだ。 うん、自分のね、音声が若干遅れてて、なんでこんな遅いんだろうと思ったら。は <laughs> い。ことで、言ってみた、言えなくもない、は言えない。ま、では言わ、これなんでさ、言えないまです。は言えないだけさ、漢字、あの、言うの言いになってるんですごい気になるな。<laughs> とことでね、答えは何でしょうか 待って、この3ってさ、今回の答えだね。多分さっき来て。はい、ということで、答えます。5、4、3、2、1。答えは2番目でした。あ、言えなくもない。u n fortunately, my Ph.R. I have to go. Thank you. またね。my phone. Oh, p h o か。ぜひ、充電して帰ってきてください。 ということで言ってみたですね。言ってみたは、I said みたいな。なんここには入りません。I said it's going to be like knowledge. これさ、あれ持ってああ、これ2回10番も才能出てきたから、私の脳みそがこんぐらがってました。なんで才能あれ、同じやつと思っちゃった。はい、ということでね。もはや才能だと言えなくもない、ね。 全開のヒテヒテコテみたいな感じで、まあ、いっぱい失敗してるから、これもはやすごい、あの、逆に、才能じゃないみたいな。なんてう、逆にそう、逆にっていう感じですね。thinking like the opposite way. Because she has failed so many times, I kind of think this is like her powers now. って感じですこんにちは先生、こんにちは。 アップルのさ、手ってさ、アップル文字の手ってさ、なんでこの黄色いんだろうと毎回思ってね。最近、あの、肌色いっぱい増えたけどさ、黄色いのなんでだろうと思うんですよね。はい、ということで、才能だとは言えない。は、well, you can't say it's a kind of knowledge. で、ね、powers. で、までは言えいないわ。ちょっと日本語がおかしいんで違います。人間誰しも最初から完璧な何に何よりも地道に練習することが大切だ。 痛今鼻,鼻,が鼻の中が一体。<laughs> はい。ということで、人間誰しも最小か完璧な何々、何よりも自道に練習することが大切だ。はい、ないので、だが、とはいえ、じゃあるまいし。じゃあるまいしですね。だよ、何でしょうか。<laughs> 4。お じゃ、皆さん、お答えな何だと思いますか ?4 っていう言ってる方が1人います。ということで、答えを言います。5、4、3、2、1。答えは、じゃああるまいしですね。誰しも最初から完璧じゃあルるまいし、何よりも1、2、2、2することが大切だ。完璧って、これ、ないのでは、ではないのだったと思います。 Humans are not perfect, so, みたいな it's important to practice a lot. って感じですね完璧、最初から完璧だがだったらもう完璧になっちゃうので違います。で、完璧とはいえも完璧っていう前提で話してるみたいな感じは違います。じゃあ、ルるまいしは否定してます。完璧じゃないからみたいな感じになってます。はい、次。法律を破るものには何なに,なに 罰が下される調子が悪いですよ私はなん <laughs> でだろう調子が悪いです助けてくださいさあ答えは何でしょうか法律を破る者には何々罰が下されるしかるべき必ずしも何この感じ 待ってね、漢字検索で検索してくれるんちょっとコメント見れません。自分でさ、作ったくせにさ、わかんないんだよね。 はばからないらしいです。はばからない。うん。やっぱ、この漢字検索、答えっていうか、あれ、あの、意味は載ってない。漢字、え、これ、常用漢字だのはば <laughs> からずとか言うらしい。え、これ、絶対常用漢字だで,でしね。 3、3, 3, 3, 3、3、3、3、2。あと2。2> ん待って。どれに対して言ってんだろう。充電から充電してきたのかな <laughs> 法律を破る者には何々罰が下されるですね。はい。答えは1番です。<laughs> みんな違かった。法律を破る者には叱るべき罰が下されるですね。叱るべきは、あの、necessary パネデシメントって感じですね。必ずしも always ですね。必ずしも罰が。ああ、確かに。法律を破る者には必ずしも違う。なんか、なんか感覚が違うって言ってる。でもっこれさ、文法って教えるのは難しくないよね。私も英語の文法を教えて言われてて幸いですさ、so、perfect past とかさ、perfect test とかさ、わかんない <laughs>。文法は難しいです。 ではばからないですね。はばからないはね、調べたら言葉の意味は、周囲を気にしたり、遠慮したりすることがないっていうことです。周囲を気にしたり、まあ、遠慮はないってことですね。人目を気にしないとか、そういう感じです。で、順次って、は、そういうことです。してくれてありがとう。 ありがとうございます。叱るべきはナ e ス e s です、はい。答えは叱るべきでした。いつもニコニコしているあの子何々、彼の発言には怒りを表した。ですね。彼は何を言ったのでしょうか何を言ったんだろうね。私はわかりませんけど、はい。さあ、答えは何でしょうか目の前にここにねあの、ライトリングがあるんですよ。めちゃくちゃ眩しいんだよ。 からね直接見るとね、体を見てる気分になります。さあ、いつもニコニコしているあの子のいいのに、彼の発言には怒りをあら,しあらわにした。ね、1、ですら。さあ、2番はね、なのに、3をベックして、要は、とはいえですね。さあ、答えは何でしょうか 1おうおうが多い。では言おうかな答えは。ですら、大正解1番でした。いつもニコニコしてあの子ですら、彼の発言にはあらわ怒りをあらわにした。だから彼女はいつもこうすごい優しい感じの人なんでしょうね。そんな子でも彼の発言はムカついたとか怒ったとかするんです。 いつもニコニコしているあの子なのにはあっておう、うーん、なんかね、あってるけどね、この文章に入んないんですね。リしては、あの、なるようにな,なっちゃった、なるはずだっただろうみたいな意味があります。とはいえば、なんて言うんだろうな、とはいえ、意味を知る。とはいえ、この使い方。 えっと、安いものを買うには、カーネ、カラシも経済的とは言えない。いや、違うな。私は日本人だとは言え。アメリカに住んでる感じはあまり読めますとか。Although I'm a Japanese person, because I grew up in the US, I can't really read the k i n ごめんなさい、私の文章じゃん。と <laughs> いうことです。あ、じゃあちょったはい、15番。夏バテ防止には塩分補給何々。 んずるの極みでによることによるところが大きいが欠かせない。そう、あの塩分補給といえば、真面目な僕ですら、こういうふう笑いに、こういうそのその変なあいがでしか。<laughs> はい、ということで、塩分補給の話したかったんだけど、 日本にね、こう夏になると、この塩分タブレットみたいなのが売ってるんですよ。なんかスポーツドリンク味みたいな味があるんだけど、で味なんだけど、基本的に。めっちゃ美味しくってさ、あの、一回ね、なんか小学校の、こう、えっ、ー、と、なんか体育館借りて、バレーボールしてる、なんかお母さんたちがいるんですよね。よし、読んだぞ。おー で、バレーボールしてるお母さんたちがいたんだけどそこでね、夏だったから、ねまあ、確か9月ぐらいだったからなんかせんあのその、みんながね、塩分足りなくならないように、あのなんか塩分タブレット置いてた、いただいていいよって私に言って食べて、食べたらめっちゃおいしくてでなんかどっかで割引で置いてあったから、大量に買いました。おいしいです。 はい。ということで、塩分でもね、食べ過ぎると良くないんで気をつけてください。4番って答えてる人が、はいます。はい。大正解4番です。の極みだ。には、まあ、夏バテ予防雨には塩分補給が欠かせない。It's 100% necessary。最後の小答えが当たって1回でご5をしますように、おー、祈って痛い <laughs> 祈っておきましょう。が欠かせないですね。 夏はティオボーニアエンプリオボカ It is 100% necessary in order to not get like, sick in the summer. はい。ということで、ね、欠かせないでした。いやー、a y 大正解。次、文を並び替えるです。これ私もねやりながら考えなきゃいけないのでね。はい、問題に次の文の星に入る求めるものを一つ選びなさいですこれです。私も準備をします。 努力をしていることは認めるがない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 ,ないです。あ、皆さん答えを聞いてく痛い。痛かった。ちょっとまだ痛い。え、まだあるもー <laughs> まだあります。なるべく早いな、やつがまだ。っい。何が刺さったああ、鉛筆が刺さったかもしれない。めちゃくちゃ足痛いです。 助けてくい行きた。カッターがさ、カッター入ってるからさ、カッターの刃が出てると思ってたらさ、違いましたね。痛いです。大丈夫ですか大丈夫じゃないです。太ももがすごい痛い。さあ、皆さん答えは何だと思いますかちょっと苦しみながらね、答えを考えます。 やばい、やばい。お、3421って答えてる人がいる。やばいです。とても痛いです。だたすけど。<laughs> でもさ、こういうさ、落ちてきたさ打、打撲ってさ、打撲。打撲ってさ、何もできないの。赤くなってる。痛いです。とても。3。お、じゃあ、答え言おうかな。答えは、三番大正解。3421です。 努力をしていることは認めるが、その程度の練習量では全国レベルには到底及ばない。まだなんか大会に出るんでしょうね。そう。今日は、はい。昨日夜中に背景見てたんですけど、ちょうどね。タイムリーな話題ですね。そしてこのノート反対でしたね。どっかの会社の企業からもらったやつ。次この作品の何々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 ？ 何でしょうか o 私は分かりました。答えが。さあ、答えは何でしょうか最近ね、あの、最近じゃないか、ちょっと前ぐらいなんだけど。 あの、ツイッターをね、見てたら、なんかさ、上の動物園でさ、双子のパンダ生まれたじゃないですか、結構前に。それの、生まれた時の、あの、まんま再現したみたいなやつがあって、やっぱ、毛がこう、生えてないか、まだちょっと赤いんだよ。ちょっと怖かったけど、すごい可愛いなと思ったんで、日本に帰ってちょっと探してみたいと思います。さんって答えてる人がいる。んうん。待って、自分の答えがわかんなくできた。 合ってる自分が <laughs> 多分え待って怖くなン好きたみんなみんな違う答え言ってるかコークン好きた <laughs> はいということで答え言います答えは良かった4番だった <laughs> オッケーはいということでねあっ一人で合ってるこの作品の改善点なんて言い出したらキリがないぐらい大量にあるですこの作品のこの作品の 改善点なんて言い出したら、キリがないくらい大量にある。3、1、2、4ですね。こう。答え四番でした。次ないないない。答え4番でした。次。何々挑戦しようと思う。はい。ということでね。待って。あ、パタ オッケー、分かった。さあ、お題は何でしょうかこれさ、爪ね、こないだチーズをこう、シャシャシャってしたら、何曜日かに、親指を切ったんですよ。ね、次に、僕はチーズをシャ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 ってしてたら、ね、指を、爪を切ったんですよ。で、昨日、とと日ぐらいに、スカートをこう、履いてたらね、爪を剥がしました。痛いです。あで、ね、で、まあ左手でよかったな、右手はね、私右利きなんだね、痛いんですけど。やっちゃった。1、4! <laughs> みんな、答えはバルバルだよ。さあ、答えは何でしょうかさあ、答えますか答えは、5、4、3、2、1。あれあうん。夏休みをきに。です、答えは。なので、3、1、2、4です、マジせっかくの夏休みを機に、今までやったことない新しいことに挑戦してみようと思う。 これ難しいよね。あります、ね、気持ち。<laughs> せっかくの夏休みを機に今までやったことのない新しいことに挑戦してみようと思う。です次。気持ちはわかるが世界中のない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 です。OK <laughs>。私は答えました。 鉄筋はチススを食べたいと一、ね、回チュロス食べて、あれ待って二回食べた気がするな。一回だよ。あそう、一回イギリスで食べて、もう一回はあのオランダで食べたんですけど、日本のチュロスおいしいんですよね。高いんだよね。チュロス食べたいな。すごい、オランダねそのチュロスで食べたい味があって、なんか。 ラズベリー、なんかラブなんとかみたいな味で、ラズベリーとイチゴとかみたいな、ベリーみたいな、ラブベリーだったかな確か。もうなんかその味もないですって言われて、じそれで、それでとキャラメルでくださいって言ったら、それもないですって言われて、じゃあ何があるんですかって言ったら、プレーンっていうか、シナモンと、あのもう、チョコレートしかなくて、私チョコレート苦手やから、普通のキ,キャラメル、あ、プレーンにしました。さあ、3、4。 3番目の答えが3番目が欲しいですね。ねえは何しようか答えはあ、OK うんうん、4番でした。気持ちはわかるが世界中のあらゆる言語を完璧に理解するなどいくらなんでも不可能だです。気持ちはわかるが世界中のあらゆる言語を完璧に理解するなどいくらなんでも不可能だ お、3番。難しいよね。ってことで、あこういうのさ、私も英語の、あ、英語の試験かな確か、中学、高校ぐらいの英語の試験でやっためちゃくちゃ。大変だった。こういうの苦手なんですよ。日本語も苦手なんだけど、ね。日本のね、なんか試験で、さっきやったんだよね。あの、就職活動の試験でやりました。確か。見てるような試験を。こういうの苦手なんですよ。なれびかのやつね。 あらゆる言,言語を完璧に理解するなどいくらでも分かのでもこの人はすごく全部の言語を勉強したいんでしょうね。その男性は自分の体のない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 に立ち向かったなんかさあの なんか、昔なんかの、多分ユ y o u t u b e かなんかの動画で、こう、世界に20人ぐらいしかし、あ、違う、違う、わかんない。なんか、世界に20人ぐらいしか喋んない言語みたいな動画の特集、あ、国っていう言語の特集見たことある気がする。でも、本だった気もするんだよな。本か動画だった本っていうか、文章か動画だった全然覚えてない。その男子は自分の体のない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 って言わかった。 の話ですねでさテリーベルとかクマってめっちゃさ、こう、可愛いってさ、ぬいぐるみテリーベルとかさ、言われること、可愛いって言われてるけど、それ実際は本当に怖いんだよね。なんか、嫌だよね。せ <laughs> っかく可愛いと思ってたの、ね、にさ、現実世界では怖いとか、すごい嫌だよね。そでは何でしょうか男性は自分の体のないないないちょ そう前回さ、ライブした時さ、マイクがすごいなんか変な音したんだよね。ずっと、うん、みたいな音がしたんだよ。今日は大丈夫なんでだろうね私には分かりません。その男性はには、はそ,その男性は自分の体の、自分の体、うん。だいぶ答えてくれない。はい、ということで答えを、あ、一 <laughs> はい、ということで答えを言います。 答えはるる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 ン答え1番です。大正解。その男性は自分の体の何倍もある熊を物ともせず土地を荒らされるには行くまいと立ち向かった。その男性は自分の体の何倍もある熊を物ともせず土地を荒らされるには行くまいと立ち向かった。まあ、行くまいとは なんか許せないみたいな意味があります。なんで、その男性は自分の体の、すごい、自分の体よりもすごく大きいクマを、もう大きいクマだけど、自分の土地はすごく大切だったから、あの、まあ、無視し、そんなことは気にせずに、まあ、頑張って戦ったという意味があります。<laughs> イエスは、イペシーの男についてどう思いますか、ね、先生日本人の男からと比べどう違いますえ 難しくないその質問。初めて聞きました。確かに。初めて聞くよね。え人の男性いや。すごい優しいと思う。なんか、荷物が重いんですよ、私。いや、<laughs> 旅行行くときだけね。あの、オランダ行ったときに、電車に乗って、あれ待って、どうやって行ったっけうん。電車に、違う、バスに乗ったかな。いや、なんかでね、あ、そって。で ち違,違う、飛行機だ、飛行機で行ったんだよ。そうそうそう。空港までバスで行って、そこから飛行機に乗ったんですけど、リュック持ってて、行きはね、リュック1個だったんだけど、帰りはリュックとトートバッグ1個ずつしたんだよ、2個も。あの、お土産が多いからね。その時に助けてくれたんですよ。基本的に日本人の男性って助けてくれないんですよ。なんか、あの、なんだろなんか知らない人が結構助けてくれる、イギリスは。 あとは、私がね、こう、イチゴを大量持って帰ってたんですよ。で、なんか袋を、この買うこと思わなくて、袋持ってなくて、大量にね、イチゴをこう持って歩いてて、で、寮のドアをピッてしてこう開けなきゃいけないんだけど、ドア重いんだよイギリスなぜでか、めちゃくちゃ。だからそれをね、開けようとしてたら、なんかあ助けてくれたりとか、そういう助けてくれる時が多い,います。日本人は冷たいのか、全然助けてくれません。ひ日本人の男性、助けてください。い <laughs>。なことは言って、 次の答え次、次の問題です。ノートも引き揚げもない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 。イギリスのちょっとね、ちょっと大変だなと思う。とはね、男性の方が勝手な印象だけど、でも男性の方が多いのかな男性のイギリスの発音が聞き取りづらいんですよ。アメリカ派英語で育った人間として、まあ、イギリス英語ちょっと苦手かな。 濃いっていうか強いから結構苦手。それぐらいかな。<laughs> 特に感想はないです。ノートも引き起こない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 待って、これ。あ、そう、これわかんなくてね。カメラマンさんに聞いたんです。ライブの前に。だからね。ちょっと自分で確認してます。でも覚えてない。ん違うこれじゃない聞いたのえ、悲しい。11番だった。ノートも引き起こも。 え、いいし、嫌だ。だって遠距離恋愛嫌だもん。<laughs> 遠距離恋愛苦手。だってさ、遠いとさ、楽しくないじゃん。特に日本、あと2ヶ月ぐらいで戻るから、2ヶ月後に日本に戻ったとしてさ、時間さ、今、今、サマータイムで8時間だしさ、あの、サマータイムじゃなくなったら9時間になるじゃん。めちゃくちゃさ、話しづらいじゃん。だからね、遠距離恋愛嫌なんですよ。 したことないけどね。苦手です。ノートの引き用具も。<laughs> ちょっと待って。<laughs> ああ考えてない。ノートの引き用具も。待って、わかんない。ノートの引き用具も。なんで英語も上達になる、<laughs> 確かに。でも大学で英語使うからね。あの日本の大学でもね。 なんかだから大丈夫。<laughs> 私は基本的に独り言とかね、ずっと英語だからね、本読むから大丈夫です。YouTube も英語ばっかり言ってるから、ね。<laughs> 待って、答えがわかんない、本当に。ノートの引き揚げも。つけてください、カメラマンさん。<laughs> ノートの引き揚げも。最後のさ、2個だけわかる え、わかんないんだけど。最後の2個しかわかんないんだけど、答えはわかる。だけど、わからない。<laughs> ノートも引きよぐも。え、わかんない。まあ、いいや、答えは4番です。え、待って、みんな答えわかったノートも引きよぐも。勉強する。 あ、分かった。ノートも引きよくも持ってないとは勉強する以前の問題だ。ノートも引きよくも持ってないとは勉強する以前の問題だ。サニーちゃん、ありがとうございます。<laughs> サニーちゃんです。持ってないとは勉強する以前の問題だ。はい。バカになってました。これね、そう。あの、やる前にね、考えてたんですよ。これもう10分ぐらい考えてたんですよ。 2時間しか経ってないから起きたか許してください。大量の。ない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 。<laughs> ああ、恥ずかしい。大量の。はい。やっぱね。いや、だっなるあの文章の最後だった時の。<laughs> そうね。確かに。文章の最後っ そう、私も最後のね、二つは分かったんですよ。二、早い。大量の。何々々々々々。さあ、答えは何でしょうかあ、でもさ、え、待って、あの人って、私、お、二、二か三。あの、ハリー・ポッターね、全然見てないんだけどね。なんか時々ハリー・ポッターの、 切り抜きみたいなのが出てくるんですよ。あの、金髪のさ、あの、しりざりの男の子かっこいい。<laughs> その子は好き。あ、でも、あの子なんか結構いじめっ子らしいね。だかね。はい。ってことで答えですね。大量の。数の仕事を一人でこなすには、膨大な時間がかかるのではないだろうか。ですね。ということで、あの、こなすには。あの、二番でした。答えは。 マルフォイ、そう。なんだっけななんかマルフォイ、なんとかマルフォイみたいな名前の子、イケメンですよね。ダらっこマルフォイだ。あのさ、なんか、ハリー・ポッターにさ、こうなんかさ、髪のなんとかフーってするところがさ、かっこいいんだよね。あの、でも、今年取ってる方も私より年上だよね、多分、はい、ということで、次です。事件がニュースに取り上げれた。 いや最近に。ない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 です。そう最近さ日本さなんか宝石店みたいなお店の盗難機会ね多いらしいよね。あて答え考えなきゃいけなかった。こんなの気話してる場合じゃないんだ。宝石ね。 なんかね、宝石の話をすると、ね、YouTube に見たのがニューヨークの宝石のお店の前にこうさ、サイドワークがあるじゃないっけ。サイドワークって何だっけ。歩道、歩道があるじゃないですか。歩道のこの間の部分もこうなんか掘ってこの土とかゴミとかを全部持って帰ってきれいにするとなんか宝石とかが落ちててそれであの、生計を立ててる人がいるんですよ。 4番発生したって言ってて、そんな人いるんだと思って。あとはなんか、普通にね、あの、川とかでね、こう、金を探すとかいるらしいんですけど、確かに楽しそうだなと。なんだっけ思い出すね。なんだっけあのさ、こう、なんかさ、こういう棒をさ、くるくるくるってするやつ。 わかんないけど、そういうのがあったんですよルパンとコナンの映画が出てきたんだよ、最近に。なんだっけな。わかんないけどもいいや。はい、ということで答えます。答えは、4番大正解。答えてくれた人。事件がニュースで取り上げた先に、また盗難被害が同じお店で発生したらしいですね。ということで9。ない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 、最後まで頑張りなさい。 多分これ、あの4番どれだけですね。すいませんでした。多分私が修正したときに間違えちゃったんだと思うどれだけです4番目。うん、どれだけです。はい、ということで。え、トム・フェルトンってしたらしい。 4、そう。どれだけです ?4 番は。答えは分かりますかアイスクリーム。<laughs> クッキーと食べたいとか、アイスクリーム食べたいとか、マック食べたいとか、うるさいですね、この人とでも。はい、こう,いう人自分。答えは何でしょうかそろそゃ答えは言いたいと思います。5、4、3、2、1。答えは 自分の決めたですえ待って怖くなってきた。あ<え>、待って。待ってこれ分かんなくなってきた。私が考えたことと違う。私自分が決めたことならどれだけバカにされようがにしたんだよね。 んあ、どれだけバカにされようが自分のさ決めたことなら最後まで頑張りなさいだ。どれだけバカにされようが自分の決めたことなら最後まで頑張りなさいです。はい、すみませんでした。何のことは3番です。私ね、どれ自分のこと 自分の決めたことならどれだけバカにするようが最後まで頑張りなさいっていうことにしただけのも答えはサマです。はい、次。明日は大事な試合。ない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 。 多分あ,ってありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あと6問です。この問題を入れてね。この問題入れなかったあと5問です。では何でしょうか考えず。シンキングタイム。<laughs> 大丈夫だった。 紙で自分の手切着たかと思った。うんペーパーカット苦手だからね。え、この紙結構分厚いんだよね。そう。だから多分切れないと思うけど、びっくりした。ペーパーカット苦手っていうかさ、さみんな嫌いだよね、ペーパーカットって。最近してないけどね。でもあれ気づいたりたくなるのがすごい嫌だ。はい、ということで、あっ。じゃあ、まだシンキングタイムにしますか。さあ、答えは 言っちゃったことない明日は大事な試合なのだから入念な準備をしておくことに越したことはない Because tomorrow's i a very important match it is a... there is nothing that is better than getting ready very carefully for it ですねはいってことで3番大正解あ終えちょった A 待って 10問だった。ごめんなさい。終わってました。皆さん、お疲れ様でした。え、終わっちゃった。1時間ぐらいでしたね、今日。はい。ということで、毎月たった8度で N5 レベルから N1 レベルまでの問題が解き放題サービス、LVT 練習テスト。無料体験の登録は、こっち。回答、会員登録は、こっち。です。以上でした。 はい、ありがとうございますえ。待って。普通に終わってしまった。<laughs> もう準備、覚悟していなかった。ぜ、は、ひ、い。そう、なので、ちょっと皆さんに相談なんですけど、次のライブは、N 何をやってほしいか、大募集中です。何をやってほしいですかお疲れ様でした。ありがとうございます。いつもは、そう、最初、1、2、3、4、5の5位テストやって、 でつ今回から、12345の文法テストやろうと思ってたんですけど、お疲れ様でした。ありがとうございます。何をやりたいみんなは。何がいいかな最近動画でアップロードされてるね。あの、やつ。いや、どこにもなかった。あれ消えた。まあいいや。<laughs> ぜひみ見てください。 さあ、えー、何をやってほしいかコメント募集中です。何やってほしいんだろうパスタですかそう、これナポリタンです。もう一個だけね、あるんですよ。あれ楽しかったです。ありがとう。楽しかったです。懲戒懲戒ああ え、ちょっとカメラマンさんに聞いてみましょうか、やるか。でも私がさ、言ってもわかんなくないわ <laughs> かんない。ちょっとカメラマンさんに聞いてみます。カメラマンさんっていうか、普通に、スタッフさんに聞いてみます。ありがとうございます。グレイクアウト。しかり鳥海やってないね。はいと、こう、鳥海問題あるのかなこの、ライブでできるようなやつ。ななかったら、あの、夏に来たインターンスに作らせます。はいと、こう。 逆に皆さん、JLPT 以外でさ、やってほしいことありますか紹介テスト。前回、あの、ゴールデンウィークの1日目は、あ、違う。1日目じゃん。多分なんか、いつか、いつしか、あの、お菓子の紹介したんですよで。そういう、で、昔はさ、他にさ、いろいろライブやってたじゃん。あの、ムックボンのライブとか、 あとは、オノマトペだ。オノマトペでよかったよな。あと、忍者屋敷会のライブとか、浅草で花見とか、ホワイトデートお菓子言葉についてとか、ボードゲームとか、クリーンゲームとか、リンゴ飴とか、コンビニで売ってる美味しいものとか、日本の安い可愛いものとか、カタネキバームクーヘンについてとか、バレンタインデーのドンキホーテルやったライブとか、てかバレンタインデーめっちゃライブしたよね。あと、一番くじについてるライブとか。 あとは節分の紹介、浅草のお土産、ファリについてのライブ、東京の縦カフェからのライブ、飼育菓子についてのライブ、自販機と福袋についてのライブ。<laughs> 自販機と福袋のライブ、私、福袋の漢字間違えてさ、副社長の方に怒られたっていう記憶があります。コメントで。<laughs> 怖い。ごめんなさい。 カフェ作ったりとか、年のイラストライブなんかやったりとか、チーク菓子についてるライブとか、鎌倉にライブとか、東京大神宮とか、日本のスイーツとか、学校居酒屋とか、立法系とか。うわ、すごい、昔の本に書いてきて、ちょっと恥ずかしくなってきた。漢字おぉ漢字か。え、どれぐらいの感じだろう 私の知り合いがさ、関係が2級かなんか持ってるらしいんだよね。自慢されました。感じできないかい、ね、どれくらいのレベルの感じがいいんだろうなわかんない。けど感じか。中学生ぐらいかな確かレベルとしては。ちょっと見てみますね。 でもさ、漢字のライブ、読み方はさ、簡単だけどさ、例えば、ひらがなで漢字ってさ、こう出してさ、それを漢字で書いてください。例えば、話してってさ、ひらがなで出してさ、その話してのさ、漢字で書いてくださいっていうのは難しいけどね。ま、あ考えてみます。漢字のライブね。OK。懲テスト。あと、なんだろう。なんか、私も考えておきます。なので、皆さん、ぜひ、また次を見てください。 次はい,いつやるんでしょうかまた、あの、そう、YouTube 登録しておけば、あの、なんで、スケジュールをカメラマンさんが作ってくれてるので、あの、3日前ぐらいに分かると思います。でも実は決まってるんですよね。明日やろうっていうわけじゃないから、基本的に2日ぐらい前に決まってるんですけど、ぜひ見に来てください。文法も大事だと思う。そう、文法四三あ、1、2、3、4、5全部やってからが、まあ、間にね、時々ね、 気をね、緩ませるため違うライブをしたりとかしようと思います。まあ、あのー、この動画アーカイブ残るのでね、コメントにもね、ぜひ書いてみてください。この携帯が映ってて気になる。はい。ということで、ぜひまた見に来てください。次回はまたこちらの YouTube ライブの、ちょ、待ってた、YouTube のあのー、

Bye-bye.